橋の一図はエミリウス橋、エミリオ橋は古代ローマ時代にテベレ川に架けられた橋。古代ローマで架けられた石橋の中で最も古いもので、紀元前2世紀に木造の橋を撤去して架橋された。商業の中心であったホルム・ボアリウムとテベレ川対岸のトランステベレムを結んでいた。かつては七景観あったが、現在は川の中ほどのアーチ橋の一景観が残存するのみで、 壊れた橋を意味するポンテロットと呼ばれている。中世には橋の上にあった聖母マリアのための小さな礼拝堂にちなんでサンタマリア教とも呼ばれていた。伝承ではこの橋の前身は王政ローマ時代アンクスマルキウスのかけた木造橋に遡るという。ホラティウス・コクレスがエトルリア軍を橋上で引きつけローマ軍の撤退を助け、 最後には橋を落として、エトルリア軍の進撃を止めた橋である。この橋は、スブリキウス橋と言ったが、スブリキウスとは、木材という意味である。このように、いざという時簡単に落とせるよう、石像の技術があったにもかかわらず、あえて、木造としたのであろう。なお、現在下流にあるスブリーチョ橋は別物である。帝政ローマ初期の歴史家、ティトス・リウィウスは、 紀元前192年には、この場所にアウレリア街道が通る橋がかかっていたと記している。最初の石橋を架ける工事は、紀元前179年に観察官のマルクス・アエミリウス・レピルスとマルクス・フルーユス・ノビリオルにより始められたが、橋脚ができたところで未完のまま終わった。その後、この建設途中の構造物を利用する形で、 紀元前142年に橋を完成させた。その後、数百年にわたり橋は使われ続けた。紀元前後には、アウグストゥス帝、テベリウス帝が補修し、紀元後はアントニヌスピウスが大理石制とした。また、紀元280年には、プロブスミカドが補修を行ったことが分かっている。12世紀、教皇権力に対抗して、 かつてのローマの共和制精神が復活すると、元老院が置かれ、その主導で橋の補修あるいは再建が行われた。これにちなんで、元老院教と呼ばれるようになった。その後もしばしば洪水で損傷したが、1598年12月25日の洪水でついに橋は渡れない状態になってしまった。大体の橋が架けられるには1800年後半の パラティーの橋完成まで待つ必要があった。パラティーの橋建設前の時点では、アエミリウス橋のアーチは3つ残存していたが、スペースを確保するため1887年にアーチを1つ残して、他は撤去されたのである。その後も、アエミリウス橋は1つだけ残ったアーチを敷いて、撤去されることもなく、そのままの姿を見せている。ありがとうございます。